ベルベジンの藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ここにはオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お値段、程度などのお問い合わせはベルベジンウェブストアの方にお願いします。これから紹介する商品が、11月の7日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは概要欄の方に貼ってますので、そちらの方チェックしてみてください。はい、それでは、T シャツ、まずはチャンピオンですね。トリコのラージ、はい、100箱とのリンガー T です。はい、そして、こちら染み込みのプリントで US ナーバルアカデミー USNA ですね。はい、なんかね、袖のこの、リンガーのリブの色とちょっとこの辺首元ちょっと色あせてますが、まあ、ちょっとね雰囲気系で、少しこの襟が伸びてるのもね、まあ、結構雰囲気いいと思います。ラージサイズですが少し縮んでます。僕はちょっと小さめぐらいですね。はい、まあ、ちょっとこう少し伸びてますが雰囲気系で、はい、6800円に消費税です。はい、続いても、トリコの M サイズ88ボディですね。はい、ハーバード、はい、胸にワンポイントの染み込みのプリントです。はい、ここに少しねちょっと染みはあるんですけど、ボディの状態はね非常にいいです。 M サイズ、自分は少し小さいですが、はい、全然着られる方も多いんじゃないでしょうか。 M サイズでこちら12800円に消費税です。続いてリーバイスの T シャツです。こちら、サイズが M サイズ、はい、ナインティーズですかね。はい、この、このプリントもですねちょうど90年代、このボタンユア、ショーツですかね、あので501とここにプリントも入っております。何パターンかね、白いボディとか、自分も持ってるんですけれども、はい、このちょっと色がね、ブラックが少しフェードした雰囲気いいと思います。 M サイズですが、はい、ナインティーズボディなので、ね、少し大きめで、僕はジャストサイズぐらいです。はい、後ろはね無地なんですけれども、はい、ラバープリントいいですね。5800円に消費税です。続いてウッドストックですね。はい、こちらが、ラージサイズの50/50のボディになります。黒ボディですが、はい、このピースマークのね、プリントもいいですし、69年、はい、これ94年のやつですかね。ラージサイズ、僕がちょうどいいサイズ感です。はい、まあ、T シャツのね、まあ、ピースマークの雰囲気もいいと思います。後ろは無地ですね。はい、こちらで9800円に消費税です。はい、続いて、モリッシーですかね。はい、こちらジャイアントの XL ボディ、はい、92年の、そうですね、ユアアーセナルというねツアー T シャツです。まあ、このねフォトのプリントもかっこいいかなと思いますし、はい、後ろもバックのプリントもいいですね。はい、ボディ XL なのでちょっとゆったりし着れる、まあ、今の雰囲気的にはいいサイズ感ですね。はい、こちらで25800円に消費税です。はい、続いてディズニーシリーズの、はい、こちらオニータのラージボディです。白で、はい、こちら、バンビ、まあ、あのディズニーの、ね、あのシリーズの中でもこのバンビの T シャツは本当少ないみたいです。そしてこの、ね、プリントも可愛いですね、非常に。はい、ラージサイズ、僕がちょうどいいサイズ感です。うん、プリントはいいですね。後ろは無地になります。はい、こちらで19800円に消費税です。はい、続いて半袖スウェットなんですけれども、はい、タグはちょっと欠損しております。こちら BSA、 あのバイクのね、ブランドですけども、染み込みのプリントです。はい、そして白ボディに、はい、オレンジ少しね、退色してますけれども、はい、こういった形で、そしてこちら両面プリント、はい、後ろもかっこいいですね、染み込みのプリントで、はい、両面です。サイズがですねちょっとタグ欠損してますが、おそらくラージ縮みだと思いますね。はい、そこちょっとスチームアイロンでね少し引っ張ってあげるともう少し丈は伸びると思います。はい、こちら半袖スウェットで29800円に消費税です。はい、続いて、ちょっと、ね、時期的に半袖なんですけどちょっと珍しいので、ラルフローレンのレイオンシャツ、ラージサイズです。水色ボディで、そしてこのポケットのところにねあのプリントがあります、この魚の。そしてこれはバックプリントにもなります。はい、まあ、インパクト大ですね。はい、ラージサイズなのでボックスタイプですが、ちょっとゆったりめで着れるサイズ感です。はい、無地もね、非常に人気ありますけど、あえてこのプリントもいいんじゃないでしょうか。はい、こちら7800円に消費税です。
はい、1枚キューバシャツです、はい、サイズラージサイズ、エンジボディですね。あのまあキューバシャツってこのね定番の4つポケだったりするんですけど、このね白の刺繍、これまたポイントで可愛いと思います。そしてサイズラージ、僕はちょうどいいサイズなんですね、はい、後ろもこういった形で柄が入ってます、はい、こちらで6800円に消費税です。はい、続いて寝るシャツ、ビッグサイズの寝るシャツなんですけれども、はい、こちらのブランドでサイズ表記はね消えてしまってますが、これ多分ね、3XL とか 4XL ぐらいのサイズじゃないでしょう。かなりダボッと、はい、着れる寝るシャツになります。まあ、エンジと黒のこの柄もいいですし、こちらね裏がねこういったナイロンの、はい、キルティングになっております、はい、もう超ビッグサイズですね、はい、こちらで5800円に消費税です。はい、続いてもネルのボタンダウンなんですけど、こちらも 3XL ですね、54、56と書いてます、はい、こちらもビッグサイズのシャツです、はい、自分が合わすとこのぐらいのサイズ感ですね、はい、まあファッション的に、ダボットで、ね、まだ全然そのファッション的にも、人気ありますし、まあ、ちょっとこのね先ほどとねエンチボディ、はい、このボタンダウン、まあ、一番上までね締めてあのダボっと着ても可愛いんじゃないでしょうか、はい、こちらで5800円に消費税です。はい、続いて、ヴィンテージのシャツのこちらデッドストックですね、はい、サイズミディアムサイズで襟芯が入っているので60年代のボックスタイプ、デッドストックなんですけどね少しね焼けてしまってます。この下の部分にもね少しこうこれ焼けだったりするんですけど、これもまたなんかね雰囲気で柄っぽく見えます。シンプルな無地なねブラウンのシャツなんですけど、逆にちょっとこうデッドストックからねもう、つけ置きして洗っていただき、はい、ちょっとこうね焼けた雰囲気をまた逆に楽しむみたいな、はい、こちらデッドストックで9800円に消費税です。はい、続いてもレイオンシャツですね、こちらピルグリムM サイズです、はい、まあ、綺麗なねあのサーモンピンクですね、サーモンピンクに、はい、こちら襟元がねおしゃれですね、こう黒がちょっと入ってます。そしてここにも、プリントが入り、あと胸元ですねこちらも黒、まあ、いわゆるツートンなんですけど、もうこのシンプルに襟とポケットの、上の部分だけです、はい、結構おしゃれじゃないですかね。ミディアムサイズなので僕はちょっと小さいです。状態もね綺麗だと思いますね。こういったやっぱね 50s のシャツってこうピンク系がねサーモンピンク非常に綺麗です。まあオレンジっぽくも見えますが、一応僕サーモンピンクと表現させてもらっています。はい、こちらで29,800円に消費税です。はい、続いてレイオンのプローバーですね、はい、こちらも M サイズですね、すいませんでしょう、はい、M サイズ。そしてこちらは黒、黒にこの黄色綺麗ですね非常に、はい、そしてこの黄色の部分がコーデュロイ、これもまた洒落てますね、この襟の部分とこっちの外の襟、そしてこのポケットの、上の部分、はい、袖口とかはねそのまま黒の、レイオンですけれども、こちらも M サイズ、少し僕は小さい感じです。はい、大体まああの僕より細い方でね、あのプローバーなのでやはりちょっとワンサイズ上げるくらいで着た方がいいんじゃないでしょうか。はい、ボックスの、はい、やっぱ黒ベースはねなかなかないです、はい、こちら29,800円に消費税です。はい、続いてこちらがシアーズの M サイズの、こちらもね、ニットって書いておりますね、こちらウールの、シャツタイプですけど、こちら 50s の、デッドストックになります。こちらシールちゃんとついてます、ちゃんとシアーズとね入っておりますが、はい、少しだけね、ウール部分ここの先端に少しだけ虫食いのような跡があるくらいです。あとは袖口バックは黒の、コットンですね、はい、M サイズなのでこちらも少し細いです、僕には。あとデッドストックなんでね洗うと少し縮むんじゃないかなと思います、はい、細身の男性 50s のシャツでかっこいいですね、はい、こちらも29,800円に消費税です。続いて、スウェットいきます、はい、こちらチャンピオンですけどね、ちょっとうっすら、プリント消えてしまってますが、トリコの、ラージサイズだと思います、
はい、リバースとはねまた違う形なんですけれども、こちらもネイビー、はい、すごいシンプルですね。ちょっとこうあの通常のあの刺繍のタグのね、リバースチャンピオンもありますけど、ちょっとこの形が少し変わっております。この下にもねこういった、はい、CS かなタグついております。はい、無地のネイビーでこちら6800円に消費税です。はい、続いてリバースウィーブですね。はい、こちら XL 刺繍の90年代です。はい、ボディこれ非常に状態ですね。はい、あとはこのおこぼじですかね。はい、このプリントも可愛いです。紺に後ろがこう実は緑になってるというね。はい、このラウンドのプリントも非常にいいんじゃないでしょうか。はい、もうねリバースの、程度がバキバキです。 XL ちょっとゆったりめで着れます。こちらで12800円に消費税です。はい、続いて刺繍のラージ、はい、こちらはね、ちょっと違った、これは通常のグレー、はい、少しねこのオートミールのような色味なんですけど、はい、こちらもねチャンピオンマークも、シルバーでねまたちょっと変わっております。ラージサイズこれもねすんごい程度いいです。バキバキですね。はい、少し縮み出てて、自分は普段ラージなんですけど、僕もこれジャストサイズですね。はい、後ろも状態バキバキです。はい、こちらも12800円に消費税です。はい、続いても刺繍のミディアムサイズ、はい、こちらグレーなんですけど、ちょっとプリントがね面白いです。ラバープリントの3段の字の後ろにこう女性がねこういった、ラバープリントでプリントされております。ちょっと変わったラバープリントなんですけど、しかもねブルーの、文字も結構下の方に書かれております。バランス的にこんな感じです。はい、こちらも状態はねまあまあいいと思います。ちなみにリバースビューミディアムサイズ S サイズは少ないです。はい、こちら12800円に消費税です。はい、続いてフルスナップですね。はい、トリコのラージ、はい、いいですね。これも状態いいです。フルスナップは、通常のね、ラージ少し XL ぐらいで感じると思います。はい、カーディガンっぽくね、普通に、羽織っていただいてもいいですし、これも状態いいな。はい、このちょっと腕回りもね太めなのでね、ちょっとダボっと着ると可愛いです。グレーのフルスナップで15800円に消費税です。続いてネイビー。少しね色がフェードしております。刺繍のラージ、ミディアムサイズ90年代ですね。ちょっとねこう袖口とかに汚れがあったり、まあ、この少し全体的なフェードも雰囲気いいんじゃないでしょうか。はい、M サイズなので L 着られる、まあ、自分なんかもそうですね。僕が意外と M で着れちゃいます、このフルスナップに関しては。はい、こちらも15800円に消費税です。はい、ヴィンテージスウェット1枚、はい、ちょっとねダメージ系なんですけど、タグは欠損しております。襟元ちょっとポツポツと、あとはねえんじで染み込みのプリントです。はい、ボディ自体ラージサイズぐらいあると思います。 XL からラージぐらいかな。はい、あとこのねステッチ部分少しこういったほどけたりしておりますが、これ意外とね中にタンクトップ着てたりと、あとちょっと首V ネックだかなんかのね T シャツ入れてあげると、意外と、ちょっとこの肩ぐらいもね見えててもおしゃれだと。はい、少し長リブですけれども、はい、ちょっと大きめで着るちょっと雰囲気系のヴィンテージスウェット、こちら12800円に消費税です。続いて、はい、ファティーグジャケット、こちらがラージショート、いいサイズですね。実はね僕も、ミディアムショートラージショートが結構好きで持っております。こちらはねリップストップのタイプになります。あとね状態も非常にいいですね。はい、ラージで着るとちょっとダボっと着れて、しかもショートなのでね着丈もそうですし、袖口もね少し、まあ、短いって言っても着れるんですけれども、はい、結構こうミディアムショートも人気ですし、逆にラージショートもね数少ないですね。やっぱり、はい、レギュラーとねやっぱロングっていうのももちろんあるんですけど、結構長かったりします。このショートはおすすめです。はい、17800円で消費税です。はい、続いてノーブランドのデニムジャケットですね。はい、こちらスナップの、タイプ、そして、まあ、セカンドみたいなねこう2ポケットになります。そしてこういった丸い刺繍が入ってステッチ入っております。
まあね、形的に言うとちょっとこうセカンドっぽいね形であって、はい、後ろはねアジャスター等ついておりません。はい、インディゴのデニムでもね、あの綺麗に縦落ち入っております。サイズ的にはね40ぐらいかなと思いますが、はい、通常のねリーバイスとかの G ジャンのオンスよりは少し薄いオンス使っております。はい、こちら70年代ですかね、まあ670年代だと思います。12,800円に消費税です。はい、続いて D の 11J ですね。サイズが38です。はい、もう全体的に色は落ちてますが程度はいいと思います。うん、そしてはい、ピスネームが R オンリーなので一応60年代ですね。こちらも R オンリー、 MR 入っておりません。はい、まあ言うことないな。状態もいいですけど、まあちょっと全体的にも色は落ちております。こちら9,800円に消費税です。安い。はい、続いてショートのワークシャツ、ワークジャケットですね。はい、一応ねジップのタイプで、そしてこのね三角のこういった形のボタン、スナップボタンです。そして下がこういった形で、はい、スナップが下についております。フルジップの、しかもねサイズがねいいんです。まあ、あのリーでいうとねあの 91B みたいな形になるんですけども、ジッパーで、そしてサイズ感がね44ぐらいあります。はい、これもねあのデニムのインディゴの雰囲気めちゃめちゃいいですね。縦落ち綺麗に出てますし、はい、後ろもこちらでちょっとこの長めのねアジャスターがついてます。はい、結構キルトかっこいいですね。うん、ジップのね、こういったワーク系のジャケットってほんと少ないと思います。しかもでかくていいですね。こちら 35,800円に消費税です。続いて、はい、遊歩道の方でね結構人気がありますが、はい、こういった80年代のこれ、スタージャンです。こちら人気のねレイダースアメフトのね、はい、黒ボディ、まあ、定番のこの色目なんですけれども、はい、サイズがですね、こちらがラージサイズ、はい、ちょっと自分が着るとジャストぐらいになっちゃいますけれども、はい、ちょっと細い男性ね大きめに着て可愛いんじゃないでしょうか。はい、こちらで、25,800円に消費税です。はい、続いて、ドリズラーですね。こちらもねあもう定番です。マクレガーの、はい、アンチフリースですね。もうこのね何色って言うんでしょうね、これまたネイビーと言いますか、ちょっとこうネイビーグレーのような色目、はい、しかも状態いいですね。少し背中に若干のシミはありますけど、ナイロンの状態、そしてこの下のリブの状態かなり状態いいです。裏地もね綺麗ですね。はい、アンチフリースも、こちらサイズが40になります。40だと自分がねちょうどいいサイズかの42だと思います。昔僕もね赤のアンチフリース持ってましたけど42で着てました。はい、こちらで15,800円に消費税です。はい、そしてこちらが42のサイズですね。はい、42、はい、これもまた、カーキですかね。はい、ちょっとね色目的に少し焼けてるところもあるように思うんですが、でも状態非常にいいですね。これもうこれパキパキです。はい、裏地も綺麗ですし、先ほどのようにねちょっとこのリブのゴムが少し伸びておりますが、はい、42自分がちょうどいいサイズ感です。はい、こちらで19,800円に消費税です。はい、続いて、はい、パタゴニアです。パタゴニアのこちらがサイズラージサイズ、2001年の、ね、ガイドシェルですね。はい、裏がこうねメッシュになってるタイプになります。はい、そして赤、ここの前フロント部分にね少し汚れがありますが、はい、赤はちょっとオーバーサイズ気味で着ても可愛いんじゃないでしょうか。まあ、これからの時期ね一番使えますね。はい、うん、あと状態いいと思います。はい、こちらで12,800円に消費税です。はい、続いてエディバウアーですね。はい、サイズ表記はねちょっとないんですけれども、おそらくねサイズが40ぐらい、38か40ぐらいだと思います。オールパーパス、はい、こちらがよいしょ、僕が着るとね多分ジャストサイズかなと思います。はい、もうやっぱね年配の方にはあのすごい人気な形だと思います。オールパーパスとスカイライナー、やっぱ定番ですね。まあ見た目ちょっとこう MA1 っぽく見えますので、あのもちろんあの中のダウン
実用的にもあったかいですし、はい、デザインとしてもシンプルでかっこいいです、はい、こちら 12,800 円に消費税です。はい、続いてウールのジャケット、こちら古いですね、はい、まあ、ピーコート赤とこの黒のツートンなんですけれども、はい、こちらが内側に LLB です。この黒のタグはこれサーティーズですかね、はい、サーティーからフォーティーのタグだと思います。はい、サイズ、こちら42ぐらいかなと思います。自分が羽織ってちょっとこうダボっと着れるサイズ感、少しね A ラインな形だと思うんですが、こちらねちょっとベルトだけは欠損してしまってます。でもねこの赤黒ツートンかっこいいですね、はい、こちら 29,800 円に消費税です。はい、続いてヴィンテージのスカジャン、まあ、これからのシーズンねいいんじゃないでしょうか。はい、当然ねリバーシブルなんで表が、紺のベッチン、そしてこの金のイーグル、これ袖もねこの竜が入っておいて、またこれ雰囲気もねめちゃめちゃかっこいいですね、はい、この紺に金っていうのがまたこれ、ね、見栄えがいいと思います。裏地は白サテンのタイガー、はい、まあ、こっちのベッチンで着るのがね通常だと思います。サイズがおそらくラージサイズぐらいでしょうか、はい、L サイズ、まあ、僕 T シャツ1枚でね羽織るとちょうどジャストぐらいです、はい、これ結構目立ちますね、はい、こちらね 128,000 に消費税です。はい、久しぶりですね、はい、ユースアーミーの、マッキーノです。アーミーマッキーノ、はい、こちらがよいしょ、ウールの状態もねまだまだいいと思います。タグはねちょっとこちら通常こう紙のようなタグがつきますが、そちら欠損しております。はい、サイズいいですね、これサイズがおそらく36ぐらいでしょうか、自分ね着るとジャストで着れるサイズ感だと思います。はい、まあ、ちょうどね、まあ、やっぱこういったウールものなので、ウールのコート、まあ、中にねこれからの次シーズンだったら、まあ、スウェットもしくは、セーターニットなんか着て羽織るとちょうどいいと思うので、まあ、ワンサイズぐらい上げてきた方がおしゃれだと思います。袖口か、袖口少しここら辺ダメージがありますが、はい、やっぱこのデザインね、編み巻き糸のデザインかっこいいです。はい、こちら 158,000 に消費税です。はい、続いてパンツいきます。はい、こちら、リーバイスのねポリエステルのパンツなんですけれども、はい、こちら、この黒に金のね、タグがつきます。少しブーツカットなんですけれども、はい、まあ、黒最近ね、517とか646もねまた人気出てきましたし、こうちょっとこのブーツカット系もね今後、はい、自分も最近この革靴履いてるんですけど、ちょっとこうブーツカットで、ね、合わせてもかっこいいと思います。こちらのねサイズがですね3432、はい、まあ、ちょっと自分が緩いぐらいな感じですかね、まあ、なるべくこれはねジャストサイズで履かれた方がいいと思います。こちら7800円に消費税です。はい、続いて505のブラックですね、ジッパー、はい、これね501のブラックもねもちろん人気なんですけど、505これね意外とねうちも頑張って探してもなかなか見つからなくなってきました。3230、これめちゃめちゃゴールデンサイズですね。もちろん505少しねスリムストレートなので気持ち細くなります。はい、今日僕これ501なんですけど、やはり505の方がちょっとシュッとね細くなるのでシルエット的にもかっこいいと思います。はい、ブラックのね色のフェード感も非常にいいですね。はい、こちらで 15,800 円に消費税です。3230、はい、続いてこちらが505の、ブルージーンズですね、はい、USSA、はい、これもね色の雰囲気またいいと思います。ヒゲとかはね出てないんですけど状態いいですね。そして3332、はい、実寸も、はい、ほとんど一緒です。3333、ウエスト33、僕がちょうどジャストぐらいです。若干ねレングスは長めなんですけども、はい、先ほどと同じね少しこうスリムなので、ジャストサイズで合わせるといいと思います。はい、こちら USSA で9800円に消費税です。続いてヴィンテージのデニムです。久しぶりですね、ラングラー 11MWZ、はい、内側ですねこちら3830表記、レングス30ってね、いいと思います、合わせやすくて。はい、後ろの、はい、パッチがねここちょっと欠損して割れてしまってますが、この色落ち、まあ、ラングラーらしいねこのね縦落ちぶわーっと綺麗に入っております。はい、そして前はジッパーですね、
はい、コンバーのジッパー、フロントもね、ノーダメージで綺麗に縦打ちが入ってます。はい、でこれねラングラー 11MW はこう、うちここにステッチが入っております。当て布が入っているんですが、こちら内側の当て布もデニムですね。これいいですね。はい、なかなかねラングラーを探しの方も、うちもちょこちょこ見に来てくださっても、やっぱ数がなかなかないです。リーバイスはねこんだけラックに釣ってても、やっぱラングラーたまに入るとそこの棚に置くんですけども、本当に年に何本かしか入ってこないぐらい数は少ないです。はい、まあ、38でねちょっとオーバーサイズですけども、ちょっと腰で合わせてもすごい綺麗なズドンとしたストレートです。はい、もちろんこの38がねジャストの方ぜひ、はい、こちらで、3831が実寸です。5万9800円に消費税です。はい、続いて501のビッグイですね。はい、色綺麗ですね。ひげがうっすらサイドのあたりも綺麗に出てます。そして、裾口がこちらね、少しかかと部分直しているので、この当たりが出てる、これだけ綺麗に出てるということは、オリジナルの、長さだったのを一回チェーン接地を外して、黄色のチェーン接地で上げ直しています。はい、一応レングス的には長さ的にはオリジナルなんですけど、ステッチの、チェーンステッチだけ新しく入れ直してますね。はい、パッチ欠損してます。お尻のポケット部分ですかね、ここちょっとこう変わった、生地がちょっとこう新しめかもしれないですけど、リペアされております。そして赤タグビッグイですね。はい、こちら特にねお尻のポケット部分、あと裾の部分リペアはされております。実寸3031です。はい、おそらくパッチサイズが3133が縮んだサイズではないでしょうか。はい、こちらで4万9800円に消費税です。はい、続いて501の WX になります。こちら紙パッチの WX、はい、これもねひげがいい感じです。そして股部分とかにね少しこうリペアはあまりうまくないんですけれども、リペアが入っております。ちょっとねリペアをやり直してあげてもいいかと思うんですが、はい、ちょっと股部分とかねこのお尻にかけてちょっとこう、継ぎはぎといいますかね、裏から当てております。ただね色落ち抜群に綺麗なんですね。そして紙パッチなんですけれども、ギャラなしの年代ですかね。はい、センターループなのでね、後ろのアーケードもね色の雰囲気抜群にいいと思います。あとちょこっとこの辺とか、あとその裾口に対して後ろの部分少しねリペアはされてるんですけど、あまり上手なリペアではないです。ぜひねやり直していただければ。はい、後ろのね鉢の巣も綺麗に出てます。前後ろのねこの色落ち雰囲気をね、見ていただければ。はい、こちら実寸が、3030、まあ、ちょっとね31に近い30です。おそらくこれパッチ表記は3232じゃないかなと思います。いいサイズですね。はい、ひげ鉢の巣もバッチリ出てます。紙パッチの、まあ、最後の方ですね。はい、すみません、一応隠しリベットもついております。そして中がシルバーですね。はい、センターループなのでちょうど65年、66年あたり、65年ぐらいですかね、あたりの年代の、なので少しね、WX でも少しだけ細くなってると思います。はい、こちらで12万8000に消費税です。うん、安いと思いますね。はい、週末のウェブスペシャルになります。20% オフになる商品ですね。はい、こちら、ラルフ・ローレンの、ラージサイズ、ハンティングジャケットです。ダックなんですけれども、少しね、ここに、まあ、ブリーチのようなね、汚れと言いますか色が少しね退色してしまってます。でもちょっと柄っぽく見えて、これもこれで、ね、可愛いのかなと思います。はい、ラージサイズこちら12800円の 20% になります。はい、続いてファティーグジャケット、はい、グリーンリーフですね、スモールレギュラー。はい、こちらもねこう全体的にこう色がフェードしてますが、やっぱこうグリーンリーフやっぱりね見た目が非常にかっこいいですね。はい、こちら12800円の 20% になります。はい、続いてデニムジャケット、こちらいいですね、ハンテン70年代のデニムジャケット、ラージサイズになります。はい、このねデザインがねまた可愛いですね。ちょっとこのポケット、はい、こうズボンのポケットのようなね、はい、この胸のポケットと、あとこの腰の部分にね、もう要はジーンズをなんかこう解体したようなねリメイクのジャケットみたいな感じです。はい、フルジップで後ろもねこの切り返し、はい、これこうやっぱベルトループがついてるところで、ね、
あのジーンズを裏返してリメイクをしたようなジャケット、デザイナーデザインいいと思います。はい、こちらも 12,800円の 20% です。はい、続きましてヴィンテージスウェット、タグが欠損しております。はい、いいですね、グレーの染み込みの3段。はい、少しね汚れとかはありますが、サイズ、ミディアムサイズぐらいでしょうか。はい、ちょっとね襟とかも少し伸びてますが、これ女性がねだらっと着ても可愛いと思います。 12,800円の 20% です。はい、続いてこちらがヘインズ、はい、こちらラージサイズですね。はい、前V、はい、こちらオートミールのバキバキの程度です。うん、裏地もいいですね、ふかふかです。ワンオシぐらいですねこの程度。はい、リブもね全然伸びてないんですが、こちらそうですね、リブの部分にここちょっとダメージがあってリペアされております。はい、あとは綺麗かな。はい、こちら 19,800円の 20% になります。あのベルベル人、委託買取の強化を行っております。結構ね昨日なんかも、結構いがついセカンドが来たりとか、はい、ちょこちょこねそういった形で、委託買取が来ておりますので、お店の方にご連絡いただければ、私の方が対応いたしますのでよろしくお願いします。